お元気ですか、ボクシミです。今日は韓国風ラーメンでございます。昨日に引き続きましてね、麺類でございます。今日はですね、めちゃくちゃ仕事で疲れまして、ちょっと途中で一回倒れたんですけどね倒れて、まあ、YouTube 見ながらね、ちょっと横になってたんですけどね、今は大丈夫ですよ、うん、でね、今日はちょっとね、簡単なね、ラーメンを作りました。韓国風ラーメンでございます。骨付きの鶏肉とニラと玉ねぎを使ったね、ラーメンでございまして、ちょっとね、ちょっと辛いのが欲しいので、ね、ちょっとね、桃屋のキムチの素を入れてみました。だからね、ピリ辛なね、ラーメンでございます。でお酒はですね、昨日に引き続きまして白色のやつでございます。今日はですね、昨日はね、と成功したんでね、今日こそね、成功したいと思います。7対3でございます。今日もね、大成功でございます。7対3でございます。で、明日ですね、あのレトルトカレーの試食動画やりますので、よろしくお願いいたします。今日が無理だ、金曜日が無理だったらね、土曜日、食堂がやりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。